はい、皆さんお疲れ様です。練習参加しても1ヶ月超えたかな。本日はですね、契約の話になります。あれからですね、結構月が経ちまして、また見てわかるように言われました。昨日ここで試合やって、1点決めて2アシストぐらいの活躍して、監督さんと会長も見に来てて、いいアピールできたかなと思ってて、それで早く契約したいし、今土曜日に試合があるんですけど、それ多分試合してから契約書作ったりとかするのって多分結構時間かかると思うんですよ。多分もし僕を取ろうとしてるんやったら、来週、今日日曜なんで、あと2、3日で契約してくれたらいいなと思ってて、それ楽しみなんですけど、やることやったし、もうね、あとはもうなんかどう結果が転ぼうと別に、なんやろな、もう出し切ったからもうすっきりしてるかな。最初やっぱり練習参加、こう一部の練習参加した時って何も分からなくて、緊張もしてて、ひたすら頑張ってた。で、3日間だけやって、最初3日間だけやったのに、もうバテバテで残り2日間、4日間やったかな、で残り2日間何も動けへんかったみたいな。で、次2回目2週間ぐらい練習参加して、その時はもう結構走り込んで、やっぱ4部と1部の差っていうのが、運動強度が違いすぎてついていけなかったっていうのがあったから、自分で走ったりして、で2週間参加した時はまあまあそこそこできて、みんなやっぱ上手いし、フィジカルもある。日本 J リーグって直接その練習とか入ってやったわけじゃないか分かんないですけど、多分その上手さっていうのがやっぱ日本人の特徴で、まあ、フィジカル面はやっぱり海外の方があるんかなって、まあ個人的な意見ですけどあるかな。だから僕そこまで上手い選手じゃないけど、こっちやったらまあ普通に技術面でもついていけて、ただフィジカル面、一般じゃないけど、まあそこそこの日本人の選手やったらついていけない気がする。僕はどっちかといえばフィジカルが結構自信ある方なんで、それでも最初ちょっと慣れてなくて全然ついていけなかったんですけど、今はだいぶ上回って、フィジカル面で上回るところできてるから、あとはチームにマッチするとか、監督の好き嫌いとかになってくるんかな。やっぱ海外でやってると日本と全然違う環境で、で今何人ぐらい友達できたやろ、ここのチームで5、6人もう1ヶ月ぐらいおるから、結構仲いい人できて、で結構外国人もおるんで、で英語で喋ってて、でみんなやっぱ人ってやっぱ変わらんなと思った。日本にいても海外の選手もそこまで変わらん。なんか海外の選手ってこうポジティブ、環境っていうか日本の文化の違いなんか知らんけど、それ結構感じたかな。もちろん日本人もポジティブなとこあるけど、なんか根本がちょっとずれてるから、他人の目を気にしてないのが外国人選手。どんだけシュート外しても打つもん外人は。逆にな、もう日本人やったらどうぞどうぞみたいな、預けて、外国人ってここで打ってそれ入るんとか、結構いい経験させてもらってますね。でこの前1回帰った時に、2回目の練習参加して帰った時に試合で見たいって言われて、で昨日試合やったんですけど、これが最後のチャンスやと思って、もう死ぬほど走って、やっぱりここまでやってきて、もう20年ぐらいサッカーやってきて、そこまで胸張れるほどの経歴もなく、初めてこういう機会があった時にプロチームに入れるってなった時に、しかもヨーロッパの、さすがに物主やな、もうやばいなみたいな。で親にも力借りてたり、ずっと親の力を借りるわけにもいかないしってなった時に、やっぱ背水の陣じゃないけど、これこぼしたらもうないぞみたいな、必死になった人間って何でもできるな、追い詰められたら何でもできるなって、結局やっぱその限界決めるじゃないけど、やっぱ自分なんやな。だから今回この YouTube で昨日結構いいパフォーマンス出せたから、あ、自分もその何やろ、無名で何も経歴なくて、やっぱプロ契約はしてるけど、そのプロチームに入るっていうのは難しいんかなみたいな。でも昨日やって、あ、
まだまだできんねんな。そういうのをみんながよく言う、プロ選手って自分は頑張ってきたって言うけど、プロが言うから、無名の選手とか自信もない人やったら、なんかほんまかなみたいな思うじゃないですか。でも今俺って何もないし、ただ4部のチームでプロ契約してるだけであって何もないから、でもしこれで一部契約できたら、多分みんな、あ、俺もできるんやみたいな、俺もちょっとやってみようみたいな、少しでも伝わってくれればいいかなと思ってます。いや、マジでレベルも低くないし、ポーランド、ましてやヨーロッパで強豪国がドイツ横におって、で FIFA ランクも日本とポーランドやったらポーランドの方が上やし、やっぱそういう中でもうプロチームに入るってやっぱりみんなにとったら、え、あいつでなれんねやみたいな、俺もいけるやんみたいな思ってくれたら、日本人無名選手の先頭に立って走っていきたいなと思って、もしこれプロチーム入ってから言ったら多分また説得力ないと思うんですよ。今何もない状態でこうやって言ってるから、多分これを見た人たちは、そうなんやみたいな、俺もじゃあできるかもみたいな思ってくれるから、そう思ってくれたら、本田圭佑選手とかが言ってる人の見ても、なんだかんだ言って J1 高卒 J1 入ってるしって思っちゃうっすよ。僕も高校の時試合出てたけど、で高卒プロなんかもうそんな言ってるほどの選手じゃないし、で大学入って大学も試合出れなかったし、まあ大きな挑戦じゃないけど、それでドイツ行きたかったけど無理やって、コロナの影響で入国できなくて、で横のポーランドに来たんですけど、でまさかそこのチーム4部のチームが結構コネクションあって、こうやって一部のチーム練習参加できて、最初自分はそこまでできんと思ってたけど、それなりに考えて練習はしてたし、ってやったら全然一部でも練習参加して、なんなら全然やれるし、戦う気持ちとか、気持ちかな、気持ち、最終気持ちがあればなんとかなる。中学校の先生とか教えられてきたし、いや、メンタル面でやっぱり鍛えられてた、高校の時も中学の時も気持ちだけでなんか試合出させてもらってたなってありますね。決してスキルが誰よりも上手かったわけでもないけど試合に出れてた、それはなんでかって言ったら、多分戦う面とか誰よりも走るとか負けないっていう気持ちが強かったから出させてくれただけで、やっぱりでも大学になったら痛い目ありましたね。まあでも大学で結構練習して、現役の時代よりも大学引退してから友達と自主練でボール蹴ってた時に結構上手くなりましたまあね、こんな無名なバカな選手がポーランドに行って何してんねんと思うかもしれないですけど、そのね結果を楽しみにしていてください。まあまた報告したいと思います、インスタと YouTube、何かしら、どんどん広げていきたいと思ってるんで、ヨーロッパフットボールチャレンジっていうプロジェクトを立てました、ね、今結構ねポーランドに日本人選手来てて、結構ステップアップの国、本当にいいんですよね。みんなが行きたい国って要はドイツ、スペイン、まあ、C っていうのはそこっすよね、その2つ。でもみんなそのまま直接行って、で6部とか7部とかそういうチームからスタートで、高卒やったら18歳、そこから1年ずつか、まあ分からないけどステップアップして1個ずつ上がっていくとしても、一番上までたどり着くのってうまくいって5年6年、やっぱり18歳か5、6年費やして24、5歳、時間足りないですよね。まあ飛び級で上がればいいんですけど、誰もがそういうわけじゃないし、ってなった時にやっぱりポーランドってめちゃくちゃおすすめで、僕の今のチームが4部で今年5部に落ちたんですけど、こうやって4部の選手が1部の練習サッカー受けに行けたりとかできるし、でドイツってやっぱり世界中から国の選手が集まってるし、やっぱり競争率も高いし、ポーランドも外国人来てるけどドイツほどじゃない、ポーランドステップアップしてドイツに挑戦、それやったらもう1部2部3部っていけるしっていう風に、じゃあ俺も海外で結果残しちゃんねんって、そういう気持ちは大切なんですけど、その気持ちを工夫して挑戦していかないと、もちろんそのままドイツに挑戦してうまくいく人もおるけど、やっぱギャンブルじゃないけど賭け事みたいになってほしくなくて、もっと賢い確率の高い方法でプロになれるんやったらそっちを絶対に選んだ方がいいし、僕の意見ではやっぱりそう思ったので、そういうプロジェクトを立てました。今の僕のチームに移籍は必ずできて、そこから
練習参加どんどんしていって、いい選手はいい選手になればなるほどどんどん上に受けさせてくれるし、もしそこまでのレベルに達してなくても、その今は5部のチームに移籍することは保証できているので、ヨーロッパフットボールチャレンジっていう、URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。今高校生で 2,30 人連絡来てます。で大学生 3,4 回生もう卒業間近の人も、まあ、10人ぐらい連絡来てて、まず海外でチャンスをつかむためには必ずみんながやってることは、いつでも海外に行ける準備をしてる。やっぱりみんな聞いたら、どこどこ行きたいです、ドイツ行きたいですって言って、すいませんお金がないですとか、まあ、家庭環境とかいろいろあって行けないっていうのも分かるけど、それをだけを言い訳にして自分の夢を諦めるほどの夢やってんたら諦めた方が絶対いいです。僕は金なかったから、まあ、親にも助けてもらったし、クラウドファンティングって言って、いろんな人からお金を集めたりもしたし、だからもしお金がないやったら、お金を集めるために自分が好きなこと、自分が目指してる挑戦してることっていうのはどんな手段を使ってでもやると思うんですよ。僕はそういう、そうなんですよ、本当に真剣に取り組んでるので、サッカーに対して。僕の知り合いで卒業式を出ずにポーランドに挑戦しに来てる人もおるし、ただ卒業式を出ずに来いって言ってるわけじゃないけど、たまたまそのこっちのリーグが始まるのが、4月とか3月とかやったら、やっぱり2月3月ぐらいには来てほしいんですよね。でチームに滞在してからリーグが始まる。だからやっぱ3月ってそのちょっとかぶってしまうんですけど、やっぱ海外でチャンスをつかむ人っていうのは海外に行く準備ができてます。常にアンテナを張り巡らして、もうこの日行けるかって聞かれたらもう行きます、でチケット買って行くみたいな、ホームページ作ってるんでチェックしてみてください。でわからないこととかもコメントとかインスタの DM でもいいんで、必ず返します、しっかり返すんで、わからないことあれば聞いてください。僕自体、何か進展がありましたら報告します。はい、はい、皆さんこんにちは、本日はですね、練習試合を通しました。レベルもやっぱり高くてですね、もう初めての経験ということで、やっぱりパフォーマンスを発揮するのってやっぱなかなか難しいですよね。1試合目ここで練習試合したんですけど、味方同士の練習試合をしたんですけど、1点取って2アシストぐらいして結構な活躍で、まあ、認めてくれて、2試合目からちゃんとした相手と練習試合してコテンパンに最初されました。僕が試合出たんワイドサイドハーフで、なかなか自分のプレーできんって、最初その僕の中盤でやって、で後半から若手選手とか入ってきて、で僕ワイドにやられてやったんですけども、全然できなくて、ワイド初心者なんでやったことない。まあそれを言い訳にはしたくないですけど、まあコテンパンにやられたと。でまあ次にもう終わったなと思いながら3試合目また出させてくれて、でも後半のまあ30分ぐらいかな出させてくれて、もうその時もワイド、まあフォワードもやったか、フォワードとワイドやって、その時はうまいこといきましたね。僕の感覚ではまあ普通にやれてるっていうような感じかな。だから僕としては試合出る前にそのもう失点取ったりとか、なんかインパクト残して爪痕残しちゃろうと思ってたので、それで比べたらもう70点ぐらいかな。でもまあ試合は普通にこなせたからまあいいかなって感じか。で3試合目はちゃんとしたスタジアムでやって、で久々にこう観客がおる前で練習試合して、で囲まれたちゃんとしたピッチっていうのがあって、まあちょっと緊張しましたね。やっぱ楽しかったかな。ほんまに大人数に見られて試合するっていうのが、前のチーム僕のスケジナっていうチームも結構お客さん見に来てくれるんで、まああるんですけど、やっぱ規模が違いすぎたかな。やっぱ緊張したし、その緊張がなんか楽しかった。ゾクゾクってなんかなんていうのかな、ワクワクするような緊張感があって、まあ楽しかったですね。でその後半20分ぐらいかな出て、でトップ下で出たんですけど、でボールタッチしたのが5回ぐらいで、まあ残り20分やったんで、そのぐらいしか来なくて、でチーム的にもこうずっと押されてる状況やったんで、ボールミスすることなく、まあ、安定のプレーというか、
僕それも試合前にもう残り20分しかないから、しかもその試合が最後だったんですよね、練習中。もう次はリーグ戦始まるとってなったので、本当に爪痕残さないともう契約できんと思ってたんで、とりあえず頑張ろうと思ったけど、まあ安定のプレーやったんで、まあ僕の中ではもう納得のいかなかったかな。と練習試合は変わりました。それでですね、この前一度契約の話になりました。条件も全部言われて、まだサインはしてない状況なんですけど、もう 100% いけるっていう風に相手の、ここのチームのディレクターとで僕のマネージャーに言われて、とてもとりあえず、まあ、スタートラインに立ってここからやかなっていう、そういう気持ちはあるんですけど、まあでも最後までね、何が起きるかわからないんで、まだサインもしてないんで、来週、契約する予定です。で、YouTube 指示取れたらいいんですけど、まあ、今まだわかんないんで、取れたら取ります。でも無理やったら、写真とか、まあ、上げれたらいいかなと思ってます。次はサインする当日に動画撮れたらいいかなと思ってるんで。Bravo.